手相、生命線で寿命がわかるのか、長寿の手相4選おまけ。今回は長生き、寿命といったテーマで手相をシェアしてみたいと思います。あなたには長寿の手相があるでしょうか？早速ご覧いただきましょう。まずはじめに、手相において長寿の話をすると必ずや生命線が短いのですがというご相談を受けます。しかし、まず押さえておきたいポイントがありまして、その人の寿命は生命線の長さだけで見るものではないのです。もちろん、生命線はその人が持つ体の強さや生命力を意味するものではあるのですが、例えば仮に生命線が途中で切れてしまっていて、一見非常に短い方がいたとしましょう。しかし、それをカバーするような縦線がそばに出ていれば特に問題はありません。これは生命線が意味するあなたの体力や生命力をこの縦線が補助してくれるという意味があります。多くの方は一見生命線が短くてもこういったカバーしてくれる線があるものです。また今はそのカバーするような線もないという方もあくまで手相は現状における未来地図です。あなたのこれからの行動によって変えていくことができます。長寿という観点から言えば、食事、運動、睡眠といった基本はもちろん、晩年も社会との関わりを持つことが肝です。家族、仲間、仕事を大切にしていきたいですね。では、前置きはこのくらいにして、長生きできそうな手相も見ていきましょう。二重生命線。二重生命線の持ち主には、人並み外れた生命力や体力があります。もちろん、年を重ねるにつれて病気や怪我は誰でも出てきてしまいますが、最後まで活力を失わず、目標に向かって情熱を注ぐことができるでしょう。よく、長寿の手相などとも言われる線です。大きく張り出した生命線。生命線が中指と薬指の間あたりまで大きく張り出している生命線です。とてもパワフルで生命力に溢れています。実際体も丈夫で精神的にもタフでしょう。普通に生きていれば長生きができそうなそうです。しかし、この手相をお持ちの方はついついご自身の体を過信してしまいがちです。豪快すぎる飲酒や過度な喫煙などによって意外と早く亡くなってしまうこともあります。逆に張り出しのない体の弱い方の方がケアに人一倍気を使うので、結果として長寿というケースもあります。あくまでも長生きできる素質があるということです。それを生かすも殺すもあなた次第になります。3本の手首線。手首線とは手のひらと手首の間に出る横線です。この線も生命線と同じくあなたの体力の様や肉体の強さを表します。明瞭で太い手首線が複数。3本ほど出ている方は非常にタフな体をお持ちです。普通に生きていれば長生きできる可能性も高いでしょう。もちろん先ほど大きく張り出した生命線においても説明した通り、その素質を活かせるかはあなた次第です。多少無理が効くからといって頑張りすぎてしまわないように注意が必要です。健康線が出ていない。健康と寿命に密接な関係があることは説明するまでもないことですが、健康に問題を抱えている時に出るとされる健康線という層があります。手のひらの小指側手首上、図のあたりに出る斜線のことです。この線が出ていなければ、現状、おおむね健康な状態であることが多いでしょう。まだまだ元気に生きることができそうです。おまけ。耳の毛と鼻の下。手相と関連する分野で人相学というものがあります。これはその人の顔や体の作りなどから生涯にわたる運勢などを割り出す占いの一つですが、耳の穴付近の毛はあなたが強運に恵まれ、かつ長寿であることを示しています。数本出ている場合は吉相だと言えるでしょう。また、鼻の下が長い方はとても楽天的な性格だとされます。明るく人気者でコミュニケーションも上手でしょう。結果として運にも周りにも恵まれます。また、そのおおらかな性格は長寿にもつながると言います。いかがでしたでしょうか？あなたには長生きができそうな手相がありましたか？せっかく与えられた人生ですから、それを最大限に活かして燃え尽きたいですよね。このチャンネルでは手相を中心に運気のことなどもどんどん投稿していきます。ぜひ高評価ボタンおよびチャンネル登録もお願いします。